山田秋親は、京都府京都市出身の元プロ野球選手、大学野球監督、宇藤右内。2010年から2012年までの登録名は秋、親。北佐賀高校時代は3年夏に、不大会62奪三振の活躍で第78回全国高等学校野球選手権大会に出場。高校卒業後は、立命館大学に進学。 二年秋に初登板を先発関東勝利で飾る。三年春に感学対戦でノーヒットノーラムを達成し、大学選手権では初戦関東勝利で 153km をマーク。関西学生リーグで通算17勝6敗、防御率0.91、最優秀選手、最優秀投手各1回。最速 153km の直球を誇る。 アマチュア野球界ナンバーワンの投手として2000年、シドニーオリンピックにも出場。複数球団の争奪戦を経て、2000年度ドラフト会議で、客指名により、福岡大英ホークスに入団。1年目の2001年は、新人ながら開幕ローテーションに加わり3月28日の近鉄2回戦で、初登板で、初先発。7回途中を8安打で、自責点4ながらも、 初勝利を挙げる。しかしその後は、不審の投球が目立ち開幕から1ヶ月経たずに、軍落ち。7月に1軍復帰し完封勝利を記録したが、校長が持続できず8月後半に2軍落ちし1軍、復帰することはなくシーズンを終えた。2年目の2002年も開幕からローテーションに入り5月8日、までに開幕4連勝するが非本塁打が多くその後後連敗し、 7月5日に5勝目を挙げるが、オールスター前の当番を最後に2軍落ちし、その後1軍復帰できずシーズンを終えた。2003年は、エースの若田部健一が FA 移籍するなど、先発投手の再編もあり山田にも期待が持たれたが、若手の斉藤和美、杉内俊也、寺原隼人や、新人の和田武志、荒垣渚の台頭で、先発投手陣は激戦になり、 山田は、先発投手枠から外れ過労死でリリーフのみでの、登板で2勝を挙げるのがやっとだった。2004年は抑え投手である、店工事へとつなぐセットアッパーとして活躍。リリーフに活路を見出したが、2006年に右肘、2007年に左膝を手術するなど、故障により一軍登板が減少。登板数が1試合に終わった2008年オフに、 ホークスから戦力外通告を受けた。現役続行を希望して、同年11月に右肩関節唇の手術を受けた。2009年3月から四国、九州アイランドリーグの福岡レッドアーブラーズの練習に参加。同年9月1日に選手として正式に入団。入団後は5試合に登板し、0勝1敗で防御率3.48の成績を上げた。 シーズン後は、アイランドリーグ選抜選手の一員として、フェニックスリーグにも参加。NPB 復帰を目指して、同年11月22球団合同トライアウトに参加。同月20日に、千葉ロッテマリーンズへの入団が発表された。登録名は、秋や。元、NPB 選手が、日本の独立リーグを経て、NPB への復帰を果たした初のケースとなった。 2010年5月13日の交流戦、横浜戦において、負傷降板した先発、唐川優己の後を受け、3番手として4回から、登板。大英時代の2004年9月8日のロッテ戦、以来、2073日ぶりの勝利投手となった。前半戦は、防御率1点台だった時期もあり、敗戦処理や、ロングリリーフとして活躍した。 2011年から2シーズン1軍登板機会がなく2012年10月7日で戦力外通告を受けた。ロッテ対談後は社会人野球のクラブチームであるミキハウスレッズに入団。2013年の第84回都市対抗野球大会では近畿地区予選突破はならなかったものの高等を評価され日本生命の補強選手に選ばれた。7月15日 三菱重工横浜との1回戦、8回表、3から3の同点の場面で、9円当番しとした以降野球初出場となったが、決勝点となる犠牲フライを許した。また次チームで出場した第38回、全日本クラブ野球選手権では4試合中3試合に当番し、うち試合は完封勝利。本大会の関東賞を受賞している。年月から、 琵和湖成形スポーツ大学公式野球部の投資コーチに就任した。同大学の入試部入試科に勤務しつつ、2020年の取材時にはヘッドコーチ、2021年からは監督に昇格した。以下の数値は四国アイランドリーグプラスウェブサイト掲載の各シーズン選手成績による、秋親に関するカテゴリー。ありがとうございます。